あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。今回は何をしていけばよいのだろうか。あ、そっかそっか、ちょっと待ってくれ待ってくれ、ロッシー、ほい、いた、ロッシー、へへへへへへへ、あゆな、やっぱりこの時が来たな。どうした、ロッシー、壊れたか。さっきの地響き、メルヒドの守り神ゴーレムが目覚めたんだ。あ、めっちゃ揺れたよね、あれ。どうやらまずはゴーレム本体じゃなく、ゴーレムの配下の魔物が迫ってるみてえだな。勝てるかはともかく、魔物たちを倒さなきゃ街に未来はね。さあ、最後の戦いの始まりだ。どうだ、戦いの準備はできてるか。多分、大丈夫。なはず。アイナ、お前はどうして守り神だったはずのゴーレムが、メルキドを滅ぼしたと思う？知らない。へへへ、ゴーレムが滅ぼしたのはメルキドじゃねえ。メルキドにいた人間なのさ。ゴーレムは壊れちまったわけでも、魔物に操られちまったわけでもね。きっと、メルキドを守るために、メルキドに住んでいた人間たちを滅ぼしたのさ。どういうこと？ま、続きは生きてたら話してやるぜ。とにかく今は、やってくる魔物を蹴散らすんだな。生きてたらとかやめてよ。おお、始まった。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。もう結構なんかあれだな。ね、わちゃわちゃしとるよね。おお、やってくるか。ちょっと待ってね。ちょっとのんびり歩きよる場合じゃないでしょ。戦えよ。あ、そういえばあのお城の裏手にもう一匹ねドラゴンがいたから、そのドラゴンもちょっとねやっつけてきました。でもそっちのドラゴンは別に何のアイテムも落とさんかったな。くつろぎソファー2個目来るかなとかってちょっと思ったんやけど、そんなことはなかったよ。お、お、お、みんなやられてくれてる。イエーイ。まあ一応私も戦うけどね。イエイイエイ。はい、待ってね。いや。お、みんなも来てくれた。応援に。さあ。よいしょ。いろんなものを落としてくれているけれど。ちょ。おう、焼かれる。よし、危なかった。魔物の軍団を倒した。やったね。みんなめっちゃ地下にいるんだけど、お、ブラウニー、ブラウニー来たぞ。よし、やっつけてやる。ちょっと待ってね。はあ、よし、あれ、まだやっつけてない。はいはい。てかみんなどこ行ったの。地下に潜り込んだまんま。あ、上がってきた上がってきた。あ、下に向かってる。まあ下に降りてくれたら、周りは全部罠なので。キメラがやってきたっぽいけど、お、いたいた、あっこに。私も参戦するでいい。はっ、え、何、やっつけてんじゃん、やっつけてんじゃん。私の見せ場がないじゃん。いや、いいんだけどね。魔王軍団の隊長が現れた。あー、隊長来たぞ、隊長来たぞ。さあさあさあ、はーってやー。どうよこの迫力。あー、待って待って待って、怖いよ。お、私までやられてしまいそう。あー、ちょっとそこ破壊していかないでよ、破壊していかないでよ。はっ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 と。あ、やっつけたの、やっつけたの。ちょっとこの溜めてる感じどうしてくれるの。やっつけた、バトルコンプリート、イエーイ。命の木の実を手に入れた。ってことでパワーアップしとこうか。パチ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 、まだ戦いのマーク出とるけど、ちょい待ってね。命の木の実食べといて、最大 HP アップ、5上がった。5上がったのはいいんやけどね。ロッシー、まだまだなんかあるの。おー、アイナ、よく魔物たちの攻撃を防げたじゃねえか。だがな、まだまだゴーレムの配下の魔物がこの町に迫ってるみてえだ。どうだよアイナ、
次の魔物を迎え撃つ準備はいいのか？一応さっきの感じならメルキドの守り神だったゴーレムがどうしてメルキドの人間を滅ぼしたのか。それはな、アイナ、ゴーレムが人間こそメルキドの敵だと判断したからなんだ。お前も何度か言ったんだろう、オーキルチの里の向こうのあの壊れた城に。ああ、なんか人間同士が醜い争いをしたとか言った。世界が闇に支配され竜王の軍団がメルキドの町に迫った時、人間たちは最後の力で城塞を作りシェルターとしてあそこに立てこもった。閉鎖された城塞で長い間暮らすうちに人間たちは最低の争いを始めた。限られた食料を奪い合い些細なことで憎しみ合うそのありさまはまさに地獄絵図だったって話だ。そんな時だった。守り神だったゴーレムが人間を襲ったのは。あった、話が長くなっちまったな。さあ、ゴーレムの配下の魔物たちのお出ましだ。負けるなよ、アユナ。おお、来るか、また。またさっきぐらいの量来るんかな。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。竜王軍団の隊長、いきなり最長？マジで？早くないっすか？今はまだ雑魚キャラが出てくる段階のはずでしょ？狩猟軍団が襲ってきた。えい。隊長。隊長早速降りてったよ。そこダメージ受けちゃうでしょ？おー、ペア。ちょっと壊さないでってば。壊さないでってば。狩猟軍団が襲ってきた。はあ。お、みんな。みんな来てくれたんだ。ちょっと待って。はい。ああ、大サソリ軍団。軍団で来ないでよ。ほらほらほら、危険だって。あ、危険だって。鉄のサソリ軍団、マジで？ちょっと待って。聞いてないよ。私聞いてないよ。そんな、ちょっと、なんて落ちてくれんの、ちょっと。あ、あんたから習った技だよ。いや、あんたからじゃないか。鉄サソリの方からかな、習ったのは。イエーイ。何？あいつなんか手錠みたいなやつ持ってたんだけど。おー、すごい。みんな強いじゃん。強いじゃないか。ち。届いてなかった。は、届いてねえし。全然届いてないんだけど。あ、この辺からなら。倒した。倒した。全部倒しちゃったの？もしかして。お、バトルコンプリート。どんどんなんか、堀が広がってく。命の木の実を手に入れた。イエーイ。あれ？まだついとるけど。ちょっと待ってくれ。とりあえずちょっと命の木の実食べとこう。んで、最大 HP5 アップはいいんやけど。ロッシー？ロッシー？なかなかやるじゃねえか。よくゴーレムの背から魔物を追い払ったな。だが魔物たちはまだまだこの町に迫ってきてるみてえだ。どうだ、アイナ。次の魔物たちと戦う準備はできてるか？おお、もう、すごい端折ったような気が。ほい。もう話はないの？竜王軍に怯え、城塞に隠れた人々は、人間同士で醜く争った。それを見たゴーレムは、人間こそが、やがてメルキドを滅ぼす敵だと考えたんだろう。そして今だ。ゴーレムはメルキドの地で、再び発展しようとしている人間たちを見て、もう一度人間を滅ぼそうとしてるのさ。メルキドを守るためにな。なるほど。ん？ゴーレムの脅威を知っていながら、どうして町から逃げなかったのか、だって？へへ、もちろん分かってたんだ。町にいたら危険だってことは。けどな、お前やピリン、それに町のみんなと一緒に暮らしてみて。俺は知っちまったのさ。人と暮らすのがめちゃめちゃ楽しいことだって。なあ、頼む。頼むぜ、アイナ。魔物を、ゴーレムを倒してくれ。俺たちの、みんなの町を守ってくれよ。おあれだよ。ロロンドはね、ロシを追い払いたがってたよ。お、鎧の騎士軍団。あれ、今度は格が落ちた？隊長じゃなくなったね。狩猟の騎士軍団。
あー、切られる。切られるっつーか、ぶった切られるというか、ウィー。ウィー。ちょい待ってって。お、私避けれてた、避けれてた。避けれたたってなんだ。待て待て。はっ。おーし。いい感じだぞ。そこ燃やされるよ、君たち。はっ。みんなめっちゃ大健闘してくれている。ね。嬉しいことだよ。おーおーおー。はーってりゃー。あ、なに？みんなやっつけてくれてるじゃん。魔物の軍団倒した。倒したよ、今度こそ。おー、鎧の騎士軍団、マジですか。マジですか。あ、待って。狩猟の騎士軍団とか来たよ。は、素早いよ、君たち。は、さあ、後ろからも来たぞ。おー、すごい、みんなで一丸となって。スターキメラ軍団？何それ何それ、ちょっと、聞いてない聞いてない。スターキメラって何？スターキメラって何って、スターキメラ見たことあるけど、どこどこどこから来た。あー、おる。なんか今までより炎の威力が上がった、だいぶ上がった。ちょいちょいちょい。おお、めっちゃ焼かれてるよ。隊長どこ。お、来た。暗いわ。隊長、ていていてい。はっはっはっ。うお、びっくりした。飛び出てきたよ。なんだなんだ。呼んでないし、呼んでないから飛び出てこないでくれるかな。よいしょ。あー、待って。ちょっと。めっちゃダメージ。はー。うえい。危ない。危険。ちょ、危険。待ってね。とりあえずちょっと薬草。びっくり。よし。はっ。どう？どうってまだまだだな。よし。待てよ。はっ。お、シールド貼られた。よし。みんなもすごく頑張って戦ってくれている。はっ。どうだ？はっ。おー。はっ。お、やっつけた。終わり？すべてのモンスター倒した。お、バトルコンプリート、イエイ。命の木の実を手に入れた。おし。あれ、待って、なんか戦いのマーク変わった。さっきまでさ、丸いマークやったのになんかギザギザになったよ。しかもロッシーじゃないロロンドだ。ということはだよ。とりあえず一旦この辺でやめておこう。なんか危険な香りがする。はい、ということで、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、あのマークめっちゃ気になる。そろそろゴーレム来るってこと？